にちは、ジャマです。今日はセリーヌの大人気商品ラゲージとベルトバッグの徹底比較をやっていきたいと思います。イエーイ。どっちがいいかわからないという方もたくさんいると思うので、ぜひこの動画を参考にしてみてください。今回はラゲージとベルトバッグそれぞれ3種類のサイズをご紹介していきたいと思います。それぞれ名前は一緒で、小さい順にナノ、マイクロ、ミニのこの3サイズがあります。では早速セリーヌのラゲージとベルトバッグを徹底的に比較していきたいと思います。まずはじめはこちら、ナノサイズのバッグからご紹介していきたいと思います。ではまずはじめにサイズなんですけど、こちらのバッグは縦 20cm、 横 20cm、 そして持ちが 10cm の作りになっています。でベルトバッグの方は縦 20cm、 横 20cm、こちらも待ちが 10cm になっています。続いて重さなんですけど、こちらが 597g、 そしてこちらが 527g になっています。まあ、でも持った感じはそんなに違いはなさそうですね。こちらのバッグはどちらにもこんな感じでショルダーベルトがついているので、ツーウェイとしてお使いしていただくことができます。こちら見ていただいて分かりますか？ベルトバッグの作りの方がちょっとだけ細くなっています。続いてバッグ本体なんですけど、生地はどちらともカーフスキンが使用されています。ラゲージの方がちょっと固めの作りになっていますね。そしてこちらのベルトバッグなんですけど、蓋を開けるとこんな感じで中にファスナーがついています。ちょっとね、こうファスナーを閉めて蓋を閉めないといけないっていうのがちょっとデメリットでもありますね。蓋がついているので、私だったらファスナーは閉めません。こちらのベルトバッグにはこんな感じでマグネットがついているので、こんな感じでピタッと締めていただくことができます。では次にどのくらい物が入るかと比較してみたいと思います。なんかこんな感じです。次に全く同じものをこちらのベルトバッグにも移し替えてみたいと思います。ちょっとベルトバッグの方がまだ余裕がありそうには見えます。次はこちらのマイクロサイズの比較をしていきたいと思います。こちらのマイクロショッパーの方が縦 27cm、 横 27cm、 そしてマチが 15cm の作りになっています。続いてこちらのベルトバッグの方が縦 24cm、 横 20cm、 そしてマチが 13cm の作りになっています。で続いて重さですね、こちらが836g、 そしてこっちのベルトバッグが 855g になっています。まあこちらも 20g の差なので、そこまで重さに違いはないかなと思います。ラゲージの方見ていきたいと思います。こちら正面には小さいポケットがついています。中はこんな感じです。この背面側にファスナー付きのポケットが1つ、そしてこちらの正面の方にファスナーが付いていないタイプのポケットが2つ付いています。どちらも結構深めの作りになっていますね。続いてベルトバッグの方も見ていきたいと思います。ベルトバッグの作りはこんな感じです。背面側にファスナーの付いていないポケットが1つ付いています。そして後ろですね、後ろにはこんな感じでファスナー付きのポケットが1つ付いています。こちらも結構深いので、たくさん物を入れていただけるんじゃないかなと思います。でこちらはナノとは違って、こんな感じで引っ掛けて留めるようなタイプになっています。こちらのベルトバッグにはこんな感じでショルダーベルトをつけるところがあるので、こちらに関してはツーウェイで使用していただくことができます。こちらのラゲージはショルダーベルトがついていません。なのでハンドバッグとしてお使いしていただけます。続いてはこちらを入れてみたいと思います。まだまだ入りますね、かなり余裕があります。では続いてこちらのベルトバッグの方に移し替えてみたいと思います。全部入れるとこんな感じですね。中を見るとラゲージマイクロの方が若干余裕があるように見えますね。最後にご紹介するのはこちら、ミニサイズです。いや、でかいこちらが縦 31cm、横 31cm、 このマチが 18cm になっています。そしてこちらのベルトバッグが縦 28cm、
横は 23cm、この幅が 17cm の作りになっています。もう見ての通り、こちらのラゲージの方がもう一回り、二回りくらい大きいサイズになっています。続いて重さですね。重さの方が、こちらが 1227g、 そしてこちらが 1070g になっています。このサイズになると1キロ超えです。これは結構差がありますね。こっちの方がちょっとだけ重たいですね。今回選んだラゲージのミニは、こちらの正面がカフスキンになっていて、こちらのサイドがスウェードになっています。ここの背面側にファスナー付きのポケットが1つ、先ほどのマイクロと同じで、正面にはファスナーのないタイプのポケットが2つ付いています。こちらのベルトバッグの方は中はこんな感じになっています。こちらは中がスウェードなんですよ。で、こんな感じでショルダーベルトが付いています。先ほどのマイクロと同じで、磁石は引っ掛けてつけるようなタイプになっています。背面にはファスナー付きのポケットがあります。結構深いのでね、もう何でも入れていただけるんじゃないかなと思います。こちらを入れていきたいと思います。こんな感じです。まだまだ余裕がありますね。もうこれだったら全然1泊2日とかの小旅行とかでも行けちゃうんじゃないでしょうか。では続けてベルトバッグの方にも移し替えていきたいと思います。こんな感じですね。ラゲージと比べてサイズが一回り小さいので、余裕はないかなっていう感じです。まあでも全然まだまだ入れていただけるようなサイズ感になっています。栄養を入れるとちょっとファスナーが締めにくくなるかなっていう感じはありますね。今日はラゲージとベルトバッグの比較をしたんですけど、気になったサイズありましたか？こだわりも豊富なので、ぜひいろんなタイプをレンタルしておしゃれを楽しんでください。ラクサスにはセリーヌだけでなく60ブランド4万種類ものバッグがあります。詳しくはぜひアプリをダウンロードしてみてください。この動画が少しでも役に立つなと思ったら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、ジャバでした。